どうも、渡辺関です。今回は、コラボ、決定ということで、すごいですよ。今まで YouTuber とね、いろんな方と、コラボとしてきたんですけども、第2回目、アニアイ駅とコラボすることが決定しました。はい、どういうこと？どういうこと？アニアイ駅ってどこやねんってね、なった人に、ご説明させていただきます。アニアイ駅の、まあとりあえずね、アニアイ駅の、ツイッター、公式ツイッターを、リンク載せておきますので、説明欄からぜひ、フォローしてあげてください。はい、アニアイ駅とは、私ドラマス席の、家から約2時間、かけて、行くと、内陸線というね、1両編成の電車あるんですよね。まあ、その電車に乗ってガタンゴトンってね、行けば約1時間くらいで着く、無人駅かな、無人駅で、なのですね、そこだ、そこ無人駅なんですよね。で、その駅に私どの先の名前が使われるというね、まあ、勝手に非公式ではないんで、許可をちゃんと取って、使ってももらってね、コラボさせてもらっています。いやー、すごくないですか。いろんなね、動画、クリエイターの人とかとは、いろんな人とはちゃんとコラボしてたんですけども、駅とコラボしてるっていうのはそもそも初めてという第2回目なんだけど、はい、なのでぜひ、どういうとこなのっていうね、なった方にとって、アニア駅、まあ、売店もある、まあ電車来る、当たり前か、駅だからな、まあ電車来る、売店でゆっくりできる、冬になったら暖房とかかかってるんですね。まあ、あとは、問い合わせも受けれるし、まあ俺の名前もあると、まあ結構広い場所なんですよね。うん、食堂もあったかな。うん、なのでぜひアニア駅にお越しください。はい、今回アニアイ駅と、コラボさせてもらっているということで、いやーすごいっすね。うん、ということで、よければアニアイ駅の公式ツイッター、よければフォローしてください。はい、ね、角の立て、新幹線が通る角館駅ってあるんですけども、その角館駅から内陸線走ってるので、そっから、高野津方面っていう場所に行けば、角館からアニアイ駅に必ず到着するので、よければ角館とかにいる方ぜひ来ていただけたらなと思います。新幹線に乗ると東京に行ってしまうので間違わずに、内陸線で来ていただけたらなと思います。すごくね、景色、秋だったらね、すごく景色のいい、電車なんで、景色のいい電車っていうか、景色のいい、景色も良くてね、まあなんだろう、すごく有名な電車なんで、良ければ内陸線、いい電車なんで乗ってみてください。はい、ということで、今回は短いですけども、今回は動画をこの辺で閉じたいと思います。今回アニア駅とコラボ、させていただいて本当にね、嬉しいなと思います。まあ、第2回目なんですけど、まあ、第3回目あるかどうかはまだ分かんないですけどもね、第2回目、これからね、アニア駅とこれからどんどん多分繋がっていくんじゃないかなって思います。ということで、アニアイキさん見てるかもしれないからね、これからよろしくお願いします。この動画良ければ評価、グッド
トボタン、高評価をぜひよろしくお願いします。他、説明欄から、ツイッター、私ドラン先の、ツイッター、インスタグラム、TikTok、 または、チャンネル登録の通知をオンにしていただければ、新しい動画をすぐに見ることができるので、通知をベルマークをオンによろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、ドラン関でした。バイバイ。